保健医療学部卒業生の加藤博です。学生時代は野球部に所属してまして、今は藤ヶ丘リハビリテーション病院で理学療法士として、骨折した患者さんや脳卒中の患者さんを中心に先輩と一緒にリハビリをしています。保健医療学部卒業の柳沢と申します。学生時代はバイトを一生懸命頑張っていた方で、今は藤ヶ丘病院に作業療法士として勤務して4年目になります。発症して間もない方とか脳卒中の方とかを中心に担当しています。富士吉田キャンパスに1年間行くって聞いた時は正直楽しみなところもあったんですけど、やっぱこう入寮が近づくにつれて本当に共同生活できるのかどうかちょっと不安だったんですけど、入って2週間ぐらいはオリエンテーションが中心だったので、そのいろんな人と話す機会とか遊ぶ機会があって不安は取れたのかなと思います。私は新潟から上京して寮生活になったので、親元を離れるわけなんですけど、あんまり不安というのはなくて楽しみの方が勝ってた気がします。入寮した時もすごく楽しかったんですけど、ふとこう慣れてきた時にちょっとホームシックっぽくはなりました。と一緒にこう寮祭とか、ね、5、6月にあったりするから乗り越えたかなって感じはします。寮祭は寮ごとに対抗紙をもらいしながら各寮でそれぞれこう T シャツをデザインしてそれを着て頑張った思い出ですね。こう寮生活を通して知り合いが増えるわけじゃないですか。いざ大学病院に進んで、そうすると病棟に知ってる看護師さんとか薬剤師さんとか今研修医の方とかがいると、その病棟すごく回りやすくて行きやすい雰囲気で安心感があります。1年目の時はやっぱ分からないことばっかだったので、看護師の同期が同じフロアにいたんですけど、励まし合いながら1年間なんとか乗り切れました。PBL 得意でした？ PBL は苦手な方でしたね一つの物事をいろんな人と話し合う上で同意があったりとか、意見がないとなかなか話がまとまったり進まないってとこで受け身のタイプだったので、まあ一個そういう自分から意見を言うっていうところに関しては、 PBL 学部連携実習を通してまあ自分なりにこう頑張れたとこかなとは思ってます。働いてるとカンファレンスって頻回にあるじゃないですか。でその中でやっぱり自分の意見を求められることとか結構多いと思うんですけど、 PBL でもそういう同じような経験をしてるのでやっぱ大事だなって実感しますよね。その患者さんの目標を立てる上でお医者さんからもリハビリ職の意見を求められることがあるんですけど、学生の時からそのリハビリ職としての役割を持ってこう発言できる練習ができたのは働いてる上でとても役に立ってるなと実感しています。入院してくる患者さんはこうシンプルに一つの病気っていう方って意外と少ないじゃないですか。過去に骨折してたりだとか、あとなんか呼吸が苦しい方だとか、今回統合することによってなんかその PT さんの要素も学べると思うと羨ましいなって思います。作業療法士さんのことは分からないことが多いので、まあ、早いうちからそういうことを学べる機会があるのはとても羨ましいです。